こんにちは、ピーです。ホグワーツレガシー33回目になります。今回はメインクエストの杖の熟達攻略してみたいと思います。はい、もうね、お店の前にいます。でも松マークが出てるからどこでも寝ちゃうのかな。またそうみたいです。はい、どこでも寝れちゃう子です。はい、スタートです。どうも、オリバンダーさん。お願いがあって伺ったんですが。ああ、フィグ先生がフクロウで知らせてくれたよ。君が来るだろうと。少しばかり謎めいておったがね、何でも君が特別な杖を必要としているとか。それで材料は持ってきたかね。そうです、持ってきました。おや、なんと、これはまた随分と特徴的だね。正直に言ってしまうが、こんな杖は今まで作ったことがない。壊れた杖の修理も受けたまわってるが、これは全くの別物だ。気が抜けんじゃないかなあ。君が持ち込んだもので取り掛かれそうだ。やれるだけやってみよう。リアルな顔だね。終わったよ。あー、かっこいい。言っておくが、こんな杖はわしも初めてだ。フィグ先生が手紙にそれとなく書いておられたが、特別な目的があるのだろう。そうでなければ役に立つまい。ありがとうございます。わかりました。どうやら一人のようだな。二人っきりで話がしたかったんだよ。おい、よしてくれよ。そんな芝居は必要ない。ランロクが知ったことを考えれば、我々の利害が一致することくらいわかるだろう。そんなの天地がひっくり返ってもありえない。我々が手に入れて叱るべきものをゴブリンに譲る気か。最後の保管所は魔法族のものだ。力を合わせなきゃバカだぞ。一体なんだそれは。急に杖職人のところに来たのは関係あるのか。互いに求めるものと。何のこと言ってるのかわからない。あの保管所は私が受け継ぐべきものだ。チャールズ・ルクウッドはそう思わなかったはず。生意気な。子供に理屈が通じると思ったのが間違いだった。やはりな、子供は単なる未熟な生き物だ。絶対に払わせる。あれ？
こちらに着くべきだったな。まだ来たぞ。見つけられて攻撃できるかだよね。そうすればね、結構すんなり倒せます。ダコいっぱい相手にするの大変だから、結構ねそれを狙ってみました。一回ちょっとずれたかもしれないけど、無事のダメージクリアです。じゃあね、地図の間に向かいます。これ野園地だよね。まあ、いいのかな。そうじゃないとね、2回も3回も結局ルックウッドにダメージ与えられないと、3回ぐらいね、私もさっきのアバダ・ケダブラのアイルの受けた。だからいかに早く削れればいいみたいに2回で済んじゃいますね。はい、ちょっとね、ここは何回もやってみて感じました。そういうことなのかって、いかにねルックウッドにダメージ与えられるかですね。ルックウッドは死にました。守護者の杖を持ってオリバンダーの店を出たら戦いになって。なんてことだ、大丈夫かね。君が身を守れるのは知っておる、何度も目にしたからな。だがルックウッド本人だと。あいつに保管所を見つけられてたら終わりでした。他に手はなくて。ああそうだな、君はやるべきことをやったのだ。魔法界に大きな貢献をしたと思えばいい。先生ありがとうございます。次の準備はできてます。そうか、守護者が待っているぞ。君は困難な状況下で全ての試練を乗り越えてみせた。こんなことになろうとは思ってもみなかったよ。これで分かっただろう、ポートキー、金庫、ロケット、書物、試練、全てが欠かせなかった理由が、君は私と同じ力を持つ人間に、ここにいるサン、ニーフ、チャールズ、そしてこの私と同じ選択をしてもらうためだ。私の記憶を見た君なら慎重にならざるを得ない理由も分かってもらえると思うがね、人は必ずしも見かけによらないということさ。あなたも知っての通り、光なくして影はなく、また影なくして光もない。闇を打ち払う力を持っているからといって、そうしなければいけない理由はないわ。どんなに善意ある有能な人物でも、手の届かないところにあるものを操作した結果どうなるかなど分かるべくもない。保管所に眠っているものを世に出してはならない。壊したくとも操りたくとも、その誘惑に耐えるのだ。君がじっくりと育ててきた魔法は、我々が守護する秘密を守るためだけに使わなければならない。杖は持っているな。使うべき時はおのずと分かる。私たちの遺産を君に託そう。わあすごいね。
クエスト開始ってなってるけど、さっきの杖の熟達はいつ終わったの？気づかなかったよ。あ、ないよ。ないんだね。はい。最後の保管所というね、クエストが追加になってますけど。はい。あ、さっきあった右、あ、左の上にあるか。守護者の杖を作る。これだったよね。はい。まあ、クエストはね、終わったみたいです。はい。さっきのね、うん、戦闘ね。ちょっとね、説明が遅れてかもしれないんだけど。そしてこのドアの先にあるのは、手つかずの保管所であることを祈ろう。はい。ルクートを倒すために、ね、最初の1個目の戦闘だと、まだ倒しきれないんだと思うんです。だから、周りのね、ザクを倒して、アンバーザーケタブラを耐えるシーンになります。で、その後は、ルクートにね、いかにダメージを与えられれば、多分、五大魔術が2回当たったと思うんですね。それによって、HP がね、ほぼなくなったから、2回目のアンバーザーケタブラのシーンになって、倒せたんだと思います。あれが、削りきれないともう1回戦闘になります。3回はね、私も見ました。で、最後の、倒すシーンになるんだけど、結局いかにね、その途中でね、削れるかだと思うんですね。だから、削ってる間にね、どうしてもね、敵かなり数が多いからダメージ受けやすくてね、リスキーになっちゃうから、もう短期決戦で、はい、頑張ってみました。はい、ノーダメージ、一応クリアです。はい、じゃあ、また次回、もうすごいとこだよね。はい、楽しみです。じゃあまたです。バイバイ。